はいどうも皆さんこんにちは、ななゆうです。本日の数学の話題を提供していきたいと思います。今日の話題は、不等式ですね。正の整数 n に関する不等式の証明です。単にこの不等式の証明ということであればもう入試レベルの問題なので、数 B ですかね、数学的の方によって、まあ、簡単に証明ができてしまうんですけれども、ここでまあ話題にしたいのは極限ですね。この左辺の極限の値がいくつになるかっていうのを、まあ推測するというところから始めたいと思います。つまり、an イコール、2分の1かける3、4分の3かける6分の5かける点点点の 2n 分の 2n-1 でこういうふうに置いたときに、リミット an はどうなるかと、まあ、これ不等式があるので、抑えられてるので挟み撃ちから0に行くっていうのはもう明らかなんですけれども、まあ、仮にこのルート 3n たす1分の1っていう値がなかったとしたらこれ結構な難しい問題になると思うんですね。まあ自明では少なくともないと思うんですけど、この0っていうのはこの不等式があるおかげでこれが示せるわけであって、この不等式がなかったら難しい問題になるわけです。で、まあ例えば 1,3,5…… の 2n-1、 これ奇数の積ですよね。それから偶数の積に、まあ、m かけて 2,4,6…2n で、これがこれ以上になるような、2の整数 n に対して、2の自然数 n に対してこれが成り立つような定数 m の値の最大値を決定せよみたいな、定数 m のマックスの値を、決定せよみたいな形だったら、JMO の本線レベルで出てもおかしくないような気がします。リミットを出すことはできないので、まあ、問題変えて言い方変えてですね、こんな形で出してくる可能性はあると思うんですね。でも実質これ、an が、m 以下っていうことに なるんですよね。で2の m に対してこれ0になると、これ0に行くので、m は0になるしかないってことですね。結局その最大値 m として m は0以上で m は0になるしかないっていう結論なんですけど、じゃあこのルート 3n たす1みたいな不等式をどうやって導くかってことですね。まあ単に、an を見ると2分の1から始まってますよね。ここね2分の1から始まってて、それから4分の3、6分の5っていうふうに1より小さい数をどんどんかけていくので、当然どんどん小さくなっていくわけです。でもそのかけていく数は、これ1より小さいけれども、これは1に近づいていくわけですよね。だから1に近づいていくので、掛け算している 数が1に近づいていくので、まあその収束が止まるんじゃないかな。単調減少数列だけれども、まあ有解な単調数列は収束するっていう定理がありますけれども、0に行かないんじゃないかっていう可能性が、まあ、あるわけですよね。まあ an たす1は an かける 2n たす2分の 2n たす1なので、この部分がまあ1より小さい値ですよね。なのでこれは an よりも小さくなるので、数列 an は単調現象ですよね。単調現象な数列になります。で有解なので0以上なので、必ず0以上の値に、収束することはまあ分かるんですけど、0になるか正の定数、小さい、まあ、正の定数になるかっていうところが、まあ、分かんないと思うんですよね。まあ、その辺を、不等式をこの不等式が分からない時に、1の時にどうやって考えていくかっていうところをコメントしてみたいと思います。はい。で、どうやって考えていくかっていう話なんですけど、まあ、この不等式をちょっと見てですね、どうやって変形していくかっていうと、まあ2,4,6…… の 1,3,5,7,9 とこういった時に、3と5と7、9っていうこの掛け算ですね。この掛け算って、3,5,15ですから、
多分4の2乗に変えると、ちょっとだけ大きくなるわけなんですね。で、63もこれ真ん中の8の2乗に変えるとちょっとだけでかくなるわけです。だから、まあ、こういうその5とか9で4で割って1余る数にちょっと着目して、4で割って1余る数のところまで、掛け算を、作ります。こうやってね。で本来ここは 2n-1 で終わってたわけですけど、最後が本当は 2n-1 で終わってたわけですけども 4n+1 にしてるので、2n-1 にが 4n+1 なので n に 2n+1 を入れてるんですね。代入してることになるので、分母は普通 2n で終わってたじゃないですか、さっきね。さっき 2n で終わってたので、でも n のとこに n+1 を入れてるのでこういう形になります。だから最後ここね、何で終わるかっていうと246…の 4n+2 ということになります。ここが分母に来るってことね。で、この値って実際じゃあいくつかっていうと a の 2n+1 ですよね。ですよね。まあ n のところに 2n+1 を入れてるので、この an じゃなくて a2n+1 になってますよね。でこの値を、まあ、上からこう評価するわけです。だから上を、1以外のところのペアを全部その2乗に変えちゃうわけです。まあ、こういうテクニックですね。4の2乗、8の2乗、…ここも真ん中の数を取って、つまり 4n の2乗の方が1大きいので、4n の2乗に変えちゃうわけです。そうすると、246、まあ、ちょっと多めに書くと、…の 4n+2 ってなってますよね。で、これ、約分ができるわけです。だから、ここ、消えて8も消えて、これ1個残りますよね。8も消えて、で12ももちろん消えることになって、 4n も1個になって下は消えるわけです。そうすると上は4、8、12っていうふうに4の倍数が残って 4n まで残ることになりますよね。でじゃあ下はっていうと4の倍数のところが消えて2、6、10…の1個前は 4n-2 ですかね。で 4n+2 が残って、こんな感じなんですね。ここで注意したいのは2から始まっていて2から始まっていて、ここからここまでが N 個ですね。でこっちはこれが N 個ですね。なので実質下は 2n+1 個あることになります。だから 4n+2 が余計になってるんですね。で全部その 2のべきになってるんで、2の倍数になってるんですよ、分母分子ね。だから、2の N 乗でくくっちゃいます。2の N 乗でくくると 1、3、5…の 2n-1 までの、掛け算と、4n+2 とっていうのが出てきて、上は2の n 乗でやっぱりくくって、これは4の倍数だから、4でくくれるんですけど、まあ、一応2でくくると2、4、6…の 2n という形になって、あれれと、まあ、これ2の n 乗でもちろん割り算をして、さらにこれ分母に持ってくると、この246を分母に持ってくるとこんな感じになりますよね。246…2n の 135…2n-1 とかける、4n+2/1と、ここにan が現れるんですよ。だから an×4n+2/1という形になるですね。
まあその分母の数をちょっといじくって一いじくったりとか、分子の数を一いじくったりして代償評価するっていうのはテクニックとしてあると思うんですけれども、分子の分母のところ246を例えば、で上から評価したいので、小さくしてしまって1357とかってしてしまうと全部消えちゃって結局、1になっちゃいますよね。だから、意味がないんですよね。だからまあなるべくそのギリギリの評価で上から評価するためには分子のところをこの2つセットで、しかも1しか差がないじゃないですか。ここね、こういうところですね。こう4の2乗で変える、8の2乗で変える、 4n の2乗で変えるっていうふうにしてあげると分子は1しか変わらないのでそんなに大きくならないわけです。まあこういうところがテクニックだと思うんですけど、こうやって やると、まあ、こういう等式ができて最終的に、まあ、an を掛け算すれば an かける a の 2n たす1をかけると 4n たす2分の1という式ができます。でこれ単調増加数列なので、さらにこれは an たす1 2n たす1の2乗よりもこっちの方が大きいんですよね。 a の 2n たす1の2乗の方がまだ大きくてこうなってるわけです。an かける an 2n たす1の 4n たす2分の1っていう風になるわけですね。単調増加なので、元のその前の方の数列の方が、どんどん小さくなるわけですよね。あ、違うか。ここは an の方が大きいのか。あ、そうですね。an2n たす1の方が小さいんですね。小さいからこうですよね。とすると an の 2n たす1が、ルート 4n たす2分の1という式ができました。これで、まあ、上からその評価ができたわけです。実際この an について解くと、まあ、n のところに 2n たす1が入ってるんでルート 2n になると思われますね。これがまあ評価の値だろうと思われます。でも分母を大きくすれば大きくするほどこのルートの 2n の値っていうのはこの値ですね。分母を大きくすれば大きくするほど小さくなるので、まあ、さっきその冒頭に挙げた an がルート 3n たす1っていう方がもっと厳しいんですね、条件としてね。これの方がその精密なんですよね。まあだけどルート1次式の形で評価上から評価できるっていうのはまあなんとなくこれでわかると思います。まあここの評価がね、まあ、ちょっと甘いので、まだここの部分の評価が甘いのでこれではなくてこっちで評価ができるわけです。でこれで ちゃんと証明ができるんですけど、まあ、ここからここに行くのはなんでかって言ったら、まあルート n の一次式で、まあ、探してあげるってことですね、うまくということです。で、まあ、ルート 3n たす1っていうのがうまくこれ機能法で証明ができる。だいたいその、ルートの一次式の形でその上から評価できるっていうのが分かったので、まあ、こんな形のものをうまく見つけてあげるっていうことです。まあ、この証明に関してはね、その難しくないので、まあ一応念のためにやっておきますけれども、まあ、大学入試レベルの問題になると思います。2分の1、4分の3、6分の5。まあ、計算はちょっとね、めんどくさいんですけれども、2n 分の 2n マイナス1が、3n たすルート 3n たす1分の1、これ1式ときますね。で n イコール1の時に、示すと、で左辺は、2分の1ですよね。で右辺も、ルート3たす1になるので4分ルート4分の1で2分の1で成立と
じゃあ n イコール k の時、 k の時の式を書くと2分の1かける4分の3かける 2k 分の 2k マイナス1、これが、ルート 3k たす1の1という、これが仮定ですね。で n イコール k たす1の時、同じように書くと2分の1、4分の3、点点点、2k かける 2k マイナス1の、で、k たす1の時が入るので、k たす1がこう入ると 2k たす1ですよね。で、それが、2ルート、3k たす4分の、あ、2ルートじゃないや。ルート、3k たす4分の1ですね。k に k たす1入れたら 3k たす4分の1、これを示すことになります。で、それには、まあ、要するにここの部分ですね、機能法の仮定を使いたいので、この部分をその 3k たす1ルート 3k たす1で置き換えて、この式はこういうふうになりますよね。ルート 3k たす1分の1かける 2kたす1分の 2k たす1が、まあ、結局これを証明すると、ルート 3k たす4分の1を示すということですね。これが、まあ、この式が証明できれば、つながって、まあ、上の式がこの式が証明できたことになるわけです。ということで、この丸2の式を証明するっていうことになります。丸2の式が証明できれば、n イコール k たす1の時が証明できたことになるわけです。で、丸2の式っていうのは、まあ、分母払ってしまって、2、これ結構めんどくさいんですけどね。2k たす1のルート 3k たす4の、まあ、同値変形でいきましょう。これ本当はね、なんかこんな風に書いたら減点の対象になるような気がするんですけど、同値変形でいきましょう。2乗して 2k たす1の2乗の 3k たす4とが、4の k たす1の2乗の 3k たす1と、こんな風になりますね。で、これ証明するのはこれも展開するしかないですね。左辺の方が大きい、じゃなくて右辺の方が大きいっつってるので、右辺から左辺を引いて、まあ、これ、計算します。これはもうガチでやるしかないかなと思います。4、k の2乗足す 2k 足す1の 3k 足す1マイナス、4k の2乗足す 4k 足す1の 3k 足す4ですね。で、4倍の、ここも、もうこれ一つ一つ計算するしかないですね。3K の3乗を足す 6K の2乗を足す 3K プラス K の2乗を足す 2K 足す1マイナス、12K の3乗プラス 12K の2乗を足す 3K、プラス 16K の2乗を足す 16K 足す4と、こうですね。で、消えるところがあります。消えるところを先に、見ていくと、 12K の3乗っていうのがここで消えますね。で、4とマイナス4も消えますよね。で、あとですけど、 6K と、K の2乗で、7K の2乗で4倍で、28K の2乗ができますけど、こっちに 28K の2乗っていうのがあるんで、これも消えるんですね。28K の2乗同士で全部消えると。で、残ったところは、3K と 2K で、5K で 20K で、ここは 19K だから 19K 引いて K ってことですね。で、プラスということが言えて、これで、まあ、証明が終わりました。これで2番が丸2が成立と。したがって n イコール k の時も正しい、 k たす1の時も正しい。これで機能法が成立ということで、この証明ができました。
まあ、あの最初のところにちょっと戻りますけど、この機能法自体はだから大学入試でできるレベルの問題ですよね。あの機能法がしっかりと分かっているかどうかをチェックするためにいい問題だと思います。で、まあ結果的に何が言えるかっていうと、まあリミットの n 無限大の an、まあ、これあのこんな風に書いたりするんですけどね、無限定積っていう風に言ったりします。 n 分 2n 分の 2n-1 っていう風に、でこれが0に、これ収束って言わないんですよね。実はこれあの無限定積が出てくるのは通常関数論を勉強してからなので、まあ本当は高校数学の範囲ではないんですね。でも完全に大学の数学の範囲で、しかも大体関数論を勉強してからの内容なので、まあ無限定積、こういう形のものを無限定積っていうんですけど、これ0に収束するって言わなくて0に発散するって言います。あのなんでかっていうと、まあこれログ取って計算すると、まああの通常そのログを取って計算するのが、まあ、あの無限定積のその考え方なんですね。だからログのこの n イコール1から無限大までの 2n の 2n-1 っていうものを考えた時に、まあ、結局これがそのさっきの不等式によって、ルート 3n たす1分の1になるので、これが、結局ログ0になるわけじゃないですか。ログ0ってことはマイナス無限大ですよね。ということは、まあ、n 無限大の時に。ということはこれ発散してるわけですよね。マイナス無限大に発散してるわけですよね。だからこの値は0に発散するっていうふうに言うんですね。0に発散するという言い方をします。あの0に収束するっていう場合もありますけど、収束するって言った場合にはその有限項の少なくとも一つの項が0になってて、まあ、有限項の項が0になってる場合なんですけどね。あのこの辺のことは知りたかったら、あの関数論のテキストの無限定積というところを見てください。まあ、入試で普通にね、あの掛け算のリミットの値とかって出てるんですけれども、まあはっきり言って範囲外なんですよね。範囲外のことが平気で出てたりします。ちなみにこのログというのは、ログはこれ対数関数の周知のログです。周知のログで、まあ、今実数関数で考えてるのね、このログと同じです。と実数値関数のログと同じものです。でもここで考えてるその無限定積考えてるのログっていうのは、複素関数のログの周知を考えてますですね。はい、ということで、まあちょっと話がずれてしまいますけれども、しまいましたけれども、この主張は要するにこの、ルート 3n たす1っていうこととの証明ではなくて導き方ですね。このルート、n の一次式のルート分の1っていう形を見出す仕方を、まあこう式変形をして、まあ、評価をして上から評価して導くっていうようなことを、まあ、紹介をしました。まあ、同時にね、あの機能法の練習とかもしていただければと思います。はい、今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。